さあ今日は大津行きました。大津行きました。今日はここから上昇寺まで歩きます。そうだよ、じゃあ今頃知ったの？スカイツリーと同じ高さ。今頃知ったの、うん、驚きなんだけど。何を生きてたの？全然知らなかったけど。何を生きてたの？あそこのところも、はい、はい、ここ富士急行線入り口です。富士急行線の入り口です。衝撃ですね。知らなかったよ。ちょっと日陰は寒いですね。さあただいまの時間何でしょうか。8時53分です。さあここから何分で着くでしょうか、上昇寺。すごい崖なんだけど、この家崖だよ。すごいよ、この辺の崖の感じ。怖っ。あの家なんて崖の上に立ってるよ。すごいなこれ、この岩殿さんといい。この内側から見るのってあんまないな。さあ果たして今日は御朱印もらえるのか。今んとこ2連勝でもらえてるけど。果たしてもらえるのか。あれでしょう。いやあれだよ、あれ絶対。あんななんかすごいじゃん、鳥居がなんか。ちょっと行ってみますか、神社。せっかくだから。ちょっと神社行ってみますわ。この集落の神社なんじゃないかな。でも梅が咲いてていいんじゃないかな。ここは大月市あさり地区だね。ちょっと町の集落の神社をちょっと見てみたいと思いますよ。これはいやでもこの中央道のここすごいな、ね、下から見るとすごい。中央道のこの景色、これ水系じゃないの？
ね、使ってそうだけど。使ってそうかな。綺麗だよね、結構。本当中央道の真下、直角の下、神田神社、神田神社、神社がありました。神田神社。行きますよ神社。よいしょ。これは昔からの神社だな。昔からの神社ですね。じゃあお賽銭あげますよ。こんな感じですね。いや奥が立派なんだよ結構。なんか道、橋があるね。橋があるね。これ山、これこっちの山行けんじゃない？これきっとほら。この向こうの山山行けんじゃない？行けそうじゃん。繋がってんじゃんこれ。ほら。橋。乗ってみようかな橋で。この橋大丈夫かな。うわなんかちょっと小分け。うわなんかちょっとかなり。すごい綺麗川の水。でもさ、橋が怖い。橋が。なんか穴が開いてて大丈夫かなっていう。これ以上行くのがちょっと怖いよね。はい、戻ります。怖いから。橋が怖いから。うん、ビビりだから橋渡れなかった。ちょっとね、二人一遍には無理だね。別々でなんとかじゃない。また竹林の中を歩きます。さあここまでで何分ですか。ただいま30分経過しました。もう30分？神社行ったから。いや神社行ったのを引いてもあと15分ぐらい着くってことじゃん。
神社あったよ。行ってみようかな。この神社行ってみようかな。これ、この神社はすごいぞ。でもすぐそこだよ、ほら。あ、本当だ。行ってみようか。宮沢神社。いや、すげえ、この神社。この風格なんかすごくない？これ。え？木の周りに囲まれた感じ、この。いや、いい感じだ、これ。とりあえず行ってみます。ちょっとすごい風で、木が散乱してるけど、ここです。小宝から宮沢神社です。小宝。ちょっと木が散乱して足元がかなり危ないけど、すごいとこです。うわ、すごい。こんなとこにこんな立派な神社が。ご神木、これ小安小育の杉。この木は形が母親の子供を抱く姿に似ているため子育ての杉と言われている。妊婦がこの神社でお参りしてこの神木の杉皮を剥いで腹に巻けば安産疑いな信じられている参拝する人が多い。これああこれ2本のやつがこっちが母でこっちが子供ってことなんだよ俺。ありました、登り方。あ、すごい立派。うわ、すごい。これは立派だ。あ、すごい感じ。この感じすごい。ここ、こっちから撮るか。うわ、すごいすごい。あ、立派だね。あ、立派だ。これは立派だ。これはすごいわ。いや、これは立派だ。すごい、これは。これ。もう正面の辺に行けばいいのかな。すごい。よいしょ。いや、立派なお寺だな、これは。10時なんで、まあ1時間ちょっとですね、歩いてきて。こんな風になってます。犬がいました。
は立派です。ここの中に来てもらっていいですか。こう、ああ、桃山、これなんかいいじゃないですか。これをと後で300円を御朱印行為300円よりお願いします。300円以上払ってくれってことね。ご朱印いただきました。今日は桃色の特別用紙で書いてみます。すごいね、本当に昔の建物だよこれ。すげえ立派。このなんか屋根についてるこの竜みたいなのがすごいよね。うん、なかなか見かけないよね。なんかこの感じが、屋根の感じ、いやこのすごいな。あそこにあるこの欄干はすごいね。この竜みたいな欄干すごいね。すごい、これはなかなかないよね。このなんかこの竜みたいな感じすごいな。これこれこそ芸術って感じだよね。ご支援もらったんで帰りたいと思います。